ペデルペスの足をかけているは、約3億5000万年前のスコットランドに生息していた絶滅量生類である。化石では、リブが失われていたが、推定全長1メートル程度の湿地や浅瀬に住む生物だったと考えられている。頭骨は、幅が狭く高さがあり、頑丈な葉を持っていた。イクチオステガやアカンソステガのようなデボンキに生息していたまだ陸上に完全に、 適用できていない最古の両生類と石炭気候機のエリオプスのような陸上に適応した両生類をつなぐ化石記録は長い間知られていなかった。この間の約2000万年の期間はそれを指摘した古生物学者アルフレッド・ローマーの名にちなみローマーの空白と言われていた。その空白のその中に生息していたミッシングリンクがペデルペスである。 1971年に発見されて、以来魚類のものだと思われていた化石が死種動物であると判明し、2002年にジェニファー・クラックによって記載された、派生的な形質としては、ありがとうございます。